my message to them is that they should read about the kamikaze. Those people deserves the reward of among the heroes of the world, both from the Axis and the American allies. No one can equal the kind of courage, determination, and heroism than the kamikaze people. For one big difference, while it is true that everybody expect to die when you go to war, and you are brave because you don't mind if you have to die, none of those brave people really know that they will die now. But in the case of the kamikaze, when they flew, they know they were going to die. In fact, they will kill themselves for the sake of the country. And nobody can pardon them. That's why they should be honored. They should be remembered. And that the Japanese people should be grateful for them, because they symbolizes the fiber and the strength of the Japanese people that make them today, despite the two bombs dropped in Nagasaki and Hiroshima, they are a world power because they are people who fight like the kamikaze. 陸軍最初の特攻隊バンダ隊は部隊移動の途中、岩本隊長など幹部が撃墜される不運にあった。しかし生き残った隊員たちは戦友の遺骨を抱いてレイテへと飛び立ち突入していった。7月15日、靖国神社で御霊祭りが行われた。この日、海軍切手の精鋭と言われた神雷部隊の元特攻隊員たちが集まった。彼らは先に行った戦友たちの霊に昇殿参拝をした。神雷部隊は人間ロケット爆弾と言われた桜花攻撃を実行した特攻部隊だった。その時に何も先走ってね、そういう必ず死ぬっていうところに、なんで飛び込んでいくんだという気持ちが理解できないかもしれませんけれども、先ほどおっしゃった飛行機乗りだから、やっぱり死ぬまで使われるだろうという気持ちがそこにはあるんですよね。でそのために飛行機乗りになった死を恐れないための戦いの加わろうという形で飛行機乗りになったという一つのもう心構えはできているわけですから、ですからいろいろそういう話を聞いて、まあ、国を守るため、いやその家族を守るためということならば、どっちみち人間は死ぬんだというのもあるし、飛行機乗りは死ぬんだという気持ちもあるから、どっちみち死ぬならば、より効果のあるね、例えば桜花のような一機で戦艦を護陣できるというような形ならば、それでやろうじゃないかという、あるいは端的な気持ちかもしらんけれども、そういう気持ちが多かったんじゃないですか。人間というのは自分で死んだことはないんだから、その死の覚悟まではするんですがね、だけどそこをね突き破っていっちゃうっていうのは、もうそれ自身がね神様か仏様なんですよね。それがだから、泣いたりねわめいたりっていうようなことはおそらく頭にはないと思いますね。だから本当に私はね立派だと今でも思ってますしね。私の場合熱望していきましたが、それは同じ搭乗員でもね、
防御を聞かれて、人、希望すると書いて出したのも何も言えますよ。我々ベテラン登場人で、このうちは従来通りの戦い方で、相手をやっつけていかないと、すぐこっちが潰れてしまうし、それなしはいかんと、心から思ってそうやったのし、私なんかはね、これ長瀬地区の募集、これは私の現代の腕、その他に一番あマッチしてるから、熱望と書いてすぐ出しましたよね。だから初めから熱望で行って、でまた立場は分隊長という立場ですから、皆さんと一緒に戦力を発揮していかなくちゃならない立場にありますから、最大限度の戦力を発揮するのは私のそういう立場ですから、ましてその沖縄で戦で死に遅れて、先輩の中さんか、そういう先輩方に死んだとき、死に遅れたって感じだったから、次に来る本土決戦のときは徹底的にやってやれよって、ね、闘志満々でしたね。いつも戦場へ向かう、動機もさることながら、皆さんと一緒に海岸で受弾射撃訓練をやる、そういう関係がありまして、出撃するときには、本隊主義先行って待ってますよっていう、その皆さんの声を聞いていったもんですから、ここに一人一人生き残って、残されたな、残されてしまったんだなっていう、その残機に耐えない気持ちでいっぱいでした。そして我々この一気に8名もだから7名乗るんですけれども、その皆さんがみんなその家族的ななんていうか情愛のもとに戦場に向かうもんですから、その特に私は家族をたくさん亡くなったなっていう、そういう悲壮感がいつでも離れないで、最近割合になかったんですけれども、夢に出まして、要するっていうその言葉が海軍では、その飛行機乗りは特に要するっていう言葉を使うもんですから、夜中に要するって言って、家内にどうしたんですかって起こされたことも再三ございました。そういうような、その、なんていうか、忘れられない、生涯、この戦争中の友を亡くした、戦友を亡くした気持ちを生涯忘れられないと思います。日米戦争は到底勝ち目がないということはもう兵学校在学中に実は聞いてたんです。ですけども私の分隊の一番若い山本喜三というね、当時数え年で17歳ですよ。その人が実に立派にその出撃してったわけ。その最後の挨拶もね、もう本当に私はその聞いて、飛行場の爆音と騒動し大喧騒の中ですけどね、その講師飛行予科練習生のね、一番若い人雷部隊で一番若かったですね、その人がその分隊長お世話になりましたと言って、大方隊ではないですよ、戦闘機に500キロの爆弾を積んでいく爆戦の出自ですけどね立派な挨拶をして出て、しかもその時にその山本一騎僧が目にいっぱい涙をためてたわけで、私もそれを送る側でね、もう何とも言えない、平たく今の言葉で言えば切ないというか情けないというか、この人がどういう今心情でいるのかね。それでやおら飛行機に飛び乗ってエンジンが全開する、出てくまでの間で、私はその人の送ったのが一番実はこの人雷部隊に行った約8ヶ月の経験の中で一番辛かったというか、あまりの戦死者が多い、フィリピンの神風特攻隊よりもはるかに多いですからね、総人員とすると人雷部隊が日本の海軍の特攻隊の中で最大の戦死者を出しているわけです、ね、その戦死者を出してなおかつ最後は終戦かと、裏陛下の装飾があってもね、もう何たることだと。
フィリピンから戻った田形さんは九州の特攻基地跡を訪ねた。鹿児島県海上自衛隊鹿屋航空基地はかつて沖縄作戦における海軍特攻隊の中核基地として多くの特攻隊を出撃させた場所である。出撃した特攻機は実に447機、特攻戦死者は755名を数えている。陸軍パイロットとして戦争中、田形さんもこの鹿屋を訪れたことがあった。